株式会社コムスンはかつて存在したグッドウィルグループのグループ会社。福祉、介護を主な事業として展開していたが、介護報酬不正請求事件等が発覚、事業上等を完了し、2009年末に解散、2011年に完全消滅している。社名のコンスンはコミュニティメディカルシステムズネットワークの略。 介護保険以前の高齢者福祉は行政による措置であったため、行政サービスか委託を受けた少数の民間企業によって担われていた。したがって、原則平日9時から17時というのが営業時間帯の通例であり、また、利用者も権利意識は乏しく、サービス内容についての要求水準も低かった。 コムスンは年中無休の巡回型老人介護サービスを実現しようと他社に先駆けて日本初の24時間365日体制の老人介護サービスを開発し1992年には厚生省の24時間巡回介護モデル企業として指定を受け1994年には創業地福岡市からも補助事業指定を受ける 1996年に24時間ホームヘルプサービスというシンゴールドプランのシステム実施にもつながる。さらに全国各地での展開を目指し、1996年に東京本部開設、1998年には宮城県との共同による過疎地域在宅福祉サービス推進事業のモデル企業となる。 そして2000年に介護保険の公的制度化が実施されることを念頭に短期間で全国に拠点を展開し本格的な全国ネットワークを実現させたしかしながら介護保険の運用が始まってみるとサービス利用は報酬単価の低い種別のものが多く旧来の社会福祉法人や社会福祉協議会計事業者からの利用者の転移も少ないなど結果的に 需要予測が甘くかつ課題に過ぎたため、1200カ所の拠点を一気に400ほどまで統合し、大量の人員整理を行うと大きな混乱を引き起こした。2003年よりグループホームをはじめ施設系サービスを積極的に展開し、訪問系の事業の比重が低下した結果、2006年春の介護保険法改正の影響は他社に比較して少なく抑えられたとされる。 ちなみにコムスンヘルパーの制服のピンク色は、グッドウィルグループ代表取締役会長兼、CEO の折口正宏が好きな色と言われている。ピンク色が1000人ほど一斉に、コムスンの誓いを昭和する光景が、テレビ CM を通じて放映されていた。CM の作曲は、岡田徹が担当した。2000から2001年頃の体制縮小時には、請求かつ強引に従業員が、 退職や配置転換を迫られたり、労働組合役員に就任した従業員が懲戒解雇に追い込まれたこと等がマスコミ各社より報じられた。医者料支払いや解雇無効確認を求める訴訟も複数提起され、コム数が一転して非を認めて和解に応じるに至っている。また介護支援専門員の標準担当件数が引き下げられた後、折口自らが 全、ケアマネージャーは新規を月3件乗るまで増やすようにと、介護福祉関連企業のトップとしては信じがたい指示を出し続け、さらに、周囲の経営陣もそれを止めないなど、折口氏を含む経営陣全員が、介護福祉に疎く不勉強であると伺わせることを行っていた。他方、社風について、結果さえ出していれば、本社にもボトムアップで率直に改善提案ができる。 意外に風通しの良い会社であるとする意見もある。しかしながら、介護報酬不正請求や事業所指定不正取得発生の背景としては、むしろ社内チェックが十分機能せず、風通しが良好でなかったことが指摘されうる。まさに、グッドウィルグループの企業体質がパロマと同じではないかという指摘も、経済評論家等から上がっている。コムスンの微笑みの とある法務長は、新入社員に対し、この会社は、医療法人や社会福祉法人とは違う、一般企業だから他施設のようにただ介護をしているのでは務まらないと発言し、コムスンは施設と違って頑張った人間、できる人間はすぐに上に行ける、給料も上がる、やればやっただけ認めてくれる会社だと述べている。事業上と前、社内の主要な労働組合は、 連合経由愛前線同盟参加の日本会合、クラフトユニオンコムスン分解で、ユニオンショップ制のため、一般従業員は原則全員加入の状態だった。累積損失、230億円経常損益、在宅マイナス21億円赤字、施設マイナス14億円黒字。2006年12月18日から12月26日に、東京都は、 同社が介護報酬の不正請求を行っている疑いがあるとして介護保険法に基づき都内の事業所187カ所のうち53カ所に立ち入り検査を実施。また、コムスンをめぐっては東京都に事業所がいつも留守番電話等の様々な苦情が寄せられている。一方、当初グッドウィルグループは読売新聞の記事に関して事実無根と発表していた。 しかしその後、不正請求は事実であったことが、都の調査により判明。読売新聞に公式に謝罪し、東京都から2007年4月、業務改善勧告を受けることとなった。その後、東京都内の3事業所において、事業所指定の不正取得を理由に、指定取り消し処分がなされようとしていたところ、各所は同日に廃業届を出して、処分を逃れた。 東京都はこれを悪質な処分逃れとしている。同様の行為は全国各地で見られ、岡山県、青森県、群馬県、兵庫県においても同社による介護報酬不正請求や事業所指定の不正取得が発覚した。事業所指定の不正取得に関しては、東京都のケースと同様各検討局による指定取り消し処分がなされる前に、 事業者の廃業届で行っており、各検討局は処分逃れの疑いがあるとしている。特に61カ所ある事業者のうち42カ所を一度に廃止する届を出した神奈川県や、監査終了後わずか1時間半後に廃止届を出した兵庫県の事例などでは露骨な処分逃れが明らかとなってきている。業界トップクラスの企業がこうした行動に出ていることについては、 都道府県による監査実施後の廃業届出を一定程度制限する等の制度改正の必要性が指摘されている。2007年6月6日、厚生労働省はコムスンの介護保険事業所について新規の事業者指定及び事業者指定の更新の受付停止という処分を発表した。2007年6月6日、コムスンは厚生労働省から業界、 退場処分とも言える、介護サービス事業所の新規及び更新指定、不許可処分を受けた。期間は2008年度から2011年12月まで。この間に、事業所に因果が切れる7割以上の事業所が順次、廃止される見込みとなる。同日コムスンの親会社、GWG は、従業員の雇用確保と介護サービスの維持を、名目として、 コムスンのすべての事業を同業の連結司会社、日本シルバーサービス株式会社へ譲渡することを発表した。日本シルバーサービスは、コムスンと同じグッドウィルグループ参加の企業ではあるものの、形式上コムスンとは、法人格をことにし、主要な役員の兼任もないため、コムスンに対して課された上記の新規及び更新指定、不許可処分が適用とならない。そのため、 この譲渡が仮に実行された場合、各都道府県もしくは市町村は、介護保険法の規定上、日本シルバーサービスが運営法人となる事業所に対する指定を行わなくてはならなくなり、厚生労働省の処分は実行力が失われる。厚生労働省は、この連結子会社譲渡表明について、譲渡自体には法的な問題はないとの見解を示したが、同時に、 同一グループ内の企業が不正行為で処分を受けた企業を引き継ぐことの妥当性を検討する。法的にではなく社会的倫理的に任用されるかという問題とも指摘した。さらに塩崎康久もコムスンの事業上渡は十分正査が必要と発言しており、事業上渡は行政処分を骨抜きにする脱法行為との批判を集めた。6月7日に厚生労働省は コムスン社長の樋口光一労働省に呼び事業上等は到底国民、利用者の納得は得られないなどとして、その撤回を求める行政指導を行った。その際コムスン側は、その方向で検討すると回答し、後日撤回した。事業者指定の権限を持つ都道府県にも影響が広がっている。6月7日に和歌山県知事の人坂義信は、同日行われた。 定例記者会見の席上、日本シルバーサービスから申請があっても拒否する方針であると発表。ひし坂は、法の制裁を逃れようと考える人間が、福祉事業に手を出しているのは、おかしいと批判した。また、宮崎県知事の東国原秀夫や千葉県知事の道本明子も同様の発言を行っている。また、利用料金をめぐっては利用者がすでに支払いを済ませた。 ものが見払い扱いにされて、回収代行業者から再度請求されたというトラブルが、都や国民生活センターに対して相次いで寄せられていることも判明した。6月8日、障害者支援費制度の適用となる、居宅サービスで虚偽の申請をしていたことも判明。また、日口は一連の問題の責任を取り、社長を辞任する考えを示した。また、 コムスンとは別に系列であるグッドウィルプレミアの子会社プレミアメディカルケアの介護事業でも不正があったと日本テレビが独自取材で報じている。6月12日、日本共産党は折口正宏を参考人承知するよう国会に求めた。6月13日、業績、成果に対する報奨金制度を設けていたことが判明。一部の報道機関は報奨金制度と 介護保険制度の金品等の授受の禁止を同一問題と取り上げ、コムスンを批判。しかし、介護保険法は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準、第25条において、居宅サービス事業者等からの利益収受の禁止等に、あるように特定のサービス利用へ誘導した場合に、対しての規制であって、複数サービス事業所の中の選択肢として、 公平性が担保された上でのコムスンの報奨金制度には社会通年上一定の理解が得られるものであった。2007年7月31日、グッドウィルグループはコムスン及びグループ内介護事業、介護関連事業をすべて譲渡することを発表。翌8月1日からインターネット上で譲渡先公募を開始。有料老人ホームなどの施設介護事業は一括、譲渡 訪問介護事業は47都道府県に事業分割し、譲渡する。移行先を選定するための第三者委員会も同日に設立し、以下の有識者で構成する。8月27日、第3回第三者委員会が行われ、施設介護事業は業界作用手の日医学館に譲渡することを発表。応募件数は52件。では、 日医学館と渡美の2社に絞り込まれ、最終的に売却金額が渡美より上回っていたため、日医学館となった。事業譲渡日は11月1日。9月4日、第4回第3社委員会が行われ、訪問介護事業の譲渡先を発表。ジャパンケアサービス、セントケアホールディング、3期 ULP など16法人に譲渡することを発表。 応募件数は675件。事業上飛びは11月1日並びに12月1日。コムスンの上渡先地図9月18日、コムスンはホームページ上で熊本県の上渡先である熊新企画が上渡自体することを伝えてきたことを発表。翌9月19日、コムスンは熊本県以外にも三重県の共栄も上渡自体したため、 第5回第3社委員会が開かれ、セントケアホールディングに譲渡することを発表。これにより、全都道府県の事業移行契約が完了となった。その他、9月21日には、住宅型有料老人ホーム、バーリントンハウス事業、介護不有料老人ホーム、コムスンガーデン事業の譲渡先を株式会社、ゼクスアクティブエイジに譲渡することを発表。その後、 バーリントンハウスについては、設計図書と整合しない箇所が見つかったとのことで、上渡が延期され、上渡先のゼクスからはその後の日程、動向等が発表されていない。安倍晋三と親密であったことが知られている。安倍が内閣官房副長官時代に折口と対談しており、安倍は、コムスンは一生懸命やっておられるとコムスンを賛美し、二人が、 笑顔で硬い握手を交わす写真も掲載されている。また、2002年から2007年まで、週刊新潮が介護祭前線というコムスンの介護に密着した連載を行っている。コムスンの事業譲渡により、関連会社はすべて別会社に移動した。ありがとうございます。